こんにちは、ブルーホスです。本日もねバイオハザード4やっていきましょう。前回ねちょっとフライングダイナスをしてたねルイスさんいましたが、まあ残念ながらねルイスここでね、もうお役御免ということで退場させてしまうということだったんで、今回からまた、アシュリーちゃんとねイチャイチャキャッキャウフフをやっていくというところでスタートしていきたいと思います。ということでね、今回はまあ結構ねなんか嫌だなと思うのが、まあなんだろう、俺多分うまくできない気がするんだよね。ラジコン操作の固定カメラ式、要は旧バイオ式のアシュリー操作パートになるわけですわね。今日へーとか言ってますけど、うん、ね、あれ拘束したまんまさ、なんか体中をって思っちゃうけど、まあいっか、うん、まあいいや。ちょっと自重します。最近なんかね、とか、サムネとかでそういうのやりすぎて、ちょっとね、とある人物から怒られてるんで、なんかちょっと自重しなきゃいけないなと思って、さーってと、ちょっとね、ライフルの弾もったいないんで、これで撃っていって、あ、めっちゃブレるね。めっちゃブレるね。大丈夫かな？オッケーオッケー。じゃあ、ラスト、あはーん。早速、とどめさした。はい。ということでね、本日のバイオハザード4やっていきたいと思います。デジャブかな？あれ？なんかね、最初なんか1分半あったかもしれないですけど、なんかまあまあ気にせんと気にせんと。もう一回繰り返してやりましょう。なんかあった気がするけど、まあまあ、何もなかった。そう、何もなかった。ねえ、はい、もう自由にやっていきましょうよ、今日もね。もう おっさんと喋ってるだけのね、ゲームですからね。コアで見に来てくれる人たちがいたらそれで僕は嬉しいんですよ。ていうかね、なんかさ、言われたことあるんですよね。なんでさ、お前さ、そんな YouTube でさ、誰もほど、なんか、二桁台しか見に来てないようなチャンネルずっとやってんのみたいなこと言われたことあるんですけど、いやね、なんか、一人で黙って黙々とね、ゲームやってるのもなんか寂しいもんなんですよ。あ、めっちゃこれ固定できるわ。あ、楽。あ、よかったよかった。そうそう。でね、だから、まあ、なんか誰かにね、その楽しんでる姿が、まあ、映ればいいかな、みたいな、そのくらいの軽い気持ちなんでね、まあ、見てくれてたら、まあ、それはそれで嬉しいけど、まあ、なかったらなかったでね、一人でベラベラ喋ってても、だから、黙々とやってるのが、なんかあんま楽しくないっていうかね、うん、これが例えばさ、その、なんだろうな、後ろとか横とかで、その、ね、兄弟とかね、家族、誰かが見てるとかだったら楽しいんですよ。だから僕らはなんかは、その3兄弟で、弟が2人いて、ね、で、あ、実はダメ。弟2人がいて、で、まあ、弟、まあ、こう、バイオ4とかやっても、その弟が、なんか見てたりとか、おかんが見てたりとかっていうので、なんか、ね、ちょっとプレイ見て、死んで、あれ、死んでるやんみたいな、なんかそういう茶化しとかって、そういう会話が楽しかったんですけど、まあ、今の家族はね、まあ、さすがに、僕、こういうゲームやってんの、夜中1人でやってるわけだから、まあまあ、寂しいわけですわ。うん。っていう背景、事情があるんで、まあ、なんか、誰かがいるだろうなっていうことを想定して、こうやって今、喋ってるっていうね、ベラ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 喋ってる。ただそれだけのこと。痛いよ、足つられて。足つらぬかれて、あれだけで済むと思えないんだけどね。ああ、ほい。OK。先に妨害野郎をね、撃ち抜いとかないとめんどくさいことになるんでね。OK。2人まとめていき、あ、行ったね行ったね。じゃあもう1体を、OK。もうちょっと前科があるからね、私はね。アシュリーを貫いたという前科があるんで、はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ、アシュリーパートですね。アシュリーパート、これ多分でもね、固定カメラで操作しにくいかもしれないけど、見どころはたくさんあると思います。なんか、キャッキャウフフっていうのがね、見れると思いますんで、そこはぜひ楽しみにしてもらえたらいいかなと思うんですけど、まあ、操作性は気にするな。はい。じゃあやっていきましょうか。いやー、あ、でもまだ操作しやすいか。あ、そっか、逆にそのコントローラーのあれとはまた違うから、あ、意外と操作そんなに難しい感じはしないね。あ、でもあれだね、走るのは楽だけど、走るのは楽、あ、揺れてる。やっぱ F か G くらいあんじゃね、この細身からすると。なんかそんな気するけどね、まあ、そんなのはどうでもいいんだけど。そう、とりあえず、じゃあ、まず、本日のサムネ候補第一。見えたかな、今。どうだ、見えた、まあ、わかんない。で、とりあえず燃やしといて、その間に、で、あ、違う、こっちか。倒れている間にもう一発ぶち込んで差し上げますと。OK。
え、こいつ倒すのにね、ノーマル以上だとね、3発当てなくちゃいけないから、それが結構大変なんだけど。あ、え、ちょっと待って。あ、下手くそ？あ、下手くそだ。やばい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 。あぶれあぶれ。もうちょっとセクハラ受けるところ。じゃあ、こいつも倒さなくてもいいから、そのまま行きましょう。このアングルがいいよね。どうしようか。2周目やる？ 2 周目やったとき、スペシャルコスチュームの方でさ、今度は、谷間をプルプル見る方で行く。でも、まあ、個人的には僕、おっぱい派なんでね、そっちでいいかなと思うんですけど、これ、炎のダメージは受けないの。おお、素晴らしい。なんか向こうでね、うわうわうわって。これがいいところがね、これ、開かないからね、あいつずっとね、閉じ込められてる状態なんですね。じゃあ、倒れてる間にやっちゃいましょう。うん。でさ、来月、ちょっとゴールデンウィーク迎えるじゃないですか。ゴールデンウィーク迎えるタイミングで、ちょっとね、じゃあ、ゴールデンウィーク、こいつもなんかラリってんの。ゴールデンウィークを迎えるタイミングで、まあちょっとね、娘とね、嫁さんを連れてね、旅行に行くんですけど、まあ親父もちょっと合流したいっていうことだったんで、まあ、親父もなんか友達連れて行くみたいな、なんか話をしてたんですが、まあその人たちと、まあまあ一日か、一日半くらいかな、うん、どっかでなんか遊ぼうみたいな話をしてて。でね、まあ多分温泉とか入ると思うんですけど、僕そこでね、ちょっと親父にね、自分の体を見せつけてやりたいなと思って今頑張ってるところなんですよ。残り1ヶ月切ってるところなんですけど、何かっていうとね、僕はその普段筋トレやってますみたいなことをさ、こう偉そうに言ってるので、ちょっと皆さんに乳揺れサービスしとくね。うん、揺れてる？揺れてるかな？髪の毛左右揺れてるけど、なんか微妙だね。まあいいや、行こう。そうでね、こう筋トレをやる理由ってまあいくつかあるんですよ。一つはその娘とね、年食ったとしてもこう若々しく遊ぶためみたいな。僕だから一番大きな夢はね、まあ、もし仮にだよ、仮に娘ちゃんがバスケやってくれますってなった時に、バスケで1対1をするっていうのは夢なんですよ。で勝たせないっていう。まあいずれ負けるだろうけどね、まあ、いつまで1対1をしてくれるかにもよるんだけど、まあ親父としてこうちょっと負けられないみたいな、負けられない戦いがそこにあるみたいな。まあまあそれはいいんですけど、で、まあ、そのためにもそのバスケする云々じゃなくて、まあこれからね、娘がその遊び盛りになってきて、こう例えば公園で遊んだりとか、アスレチックで遊んだりとかね、その遊園地行ったりとかってなった時に、やっぱ体力ってめちゃくちゃ大事になってくるんで、その体力が持つためにも、まあ筋トレできちんと体をボディメイクをねしとかないといけないかなって思って、まあ、それがまあ一番大きな理由ですね。がまあもう一つはなんだっけ、あ、そうそう、やっぱ体調を整えておかないといけないんで、で、まあ、食事も当然ながら大事にしなくちゃいけないポイントではあるものの、やっぱ体を動かしておかないと、まあ、いざという時に動けないってなって家族に迷惑かけるって、それはちょっと避けたい部分になるので、まあ、病気になっちゃって仕方ないんだけど、それはまあいいとして、ただなんか自分のその不摂生が原因でなんか体が良くないですっていう状態だけは絶対避けたいなって思って、まあ、そういう意味でのボディメイクも兼ねて体やってると。でね、まあいろいろ他にも理由がある中で、一個あるのがね、ここ特になんもないかな、なさそうだね。一個あるのがね、親父への復讐っていうのがあって、何かっていうと、その筋トレやってて、ちょっとね、体のその肉付きとかが変わってきた時に、どう親父って言ってさ、腹筋頑張って割ろうと思ってんねんって言うと、これ忘れもしないですけど、どこやった、場所までは忘れた。言われたセリフは覚えてない。言われたセリフは覚えてるけど、どこで言われたかまでちょっと覚えてないんですけど、なんかね、いや、もう無理やってってはっきり言われたんですよ。はって思って。お前ふざけんなよと思って、まあお前とは思わないですけど、親父ふざけんなよと思って、絶対腹筋割ったんねんと思って、で腹筋割って見せてやるからなっていう、そういうね、反骨精神がずーっとあって、ずーっとあって、もう絶対筋取り続けて腹筋バキバキにして親父に見せつけてやるんで、これがあの時親父に言われた無理だって言われた腹だぜ、どうだって、モナカがお腹に宿ってるだろうっていうのが言いたいから、言いたくて言いたくて仕方ないから、もう腹筋ってか腹筋じゃない、筋トレをずっとやってるっていう、そんな感じですね。じゃあちょっと怖いのが来ているんです。え、一撃マジか、うっそ、はーらまあ、マジか、いやきっつ、やっちまったな。あれ、これもうリスタート、頭、ちょっと待って、足元にめっちゃドクラある、めっちゃドクラ。じゃあちょっとぐるっと回ってこっちにおびき寄せておいて、で、あぶれ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 、4体もいんのか、こんないたっけ。てかさ、甲冑してんのにさ、
甲冑が歩いてんのにさ、ちょっと押しただけでさ、のけぞってくれる寄生虫ってどんだけ軽いのよって思う。おー、XC。XC か、見えた。XC か、多分、なんだっけ、ダブルクリックだな。ダブルクリックって言い方違うな。まあ、左と右クリック両方って感じか。じゃあ、一個、あー、スピネルがある。でもこれを後ろから追っかけてきてるから、まあ、一旦ちょっと無視します。で、あともう一個、避けることができたら、終わりですね。ちょっと引っ掛けてください。よし。あれ？あ？反応しねえ。マジか。これどっから？あ、またこっからか。あー、やっちまった。まあそんなこんなでね、ちょっとね、今筋トレをね、残り半月ってどこまでできるかっていうところではあるんですが、まあちょっと極力ね、まあ2パックでもいいから、こう、ふって力を入れた時にね、割れているっていうのを見せつけられるように絞りを頑張ってるって感じかな。ただどうしてもね、食事制限っていうのが僕の方で、食事制限っていうか食事を意識するっていうのがちょっと難しくって、土日とかはその僕が食事作ってるんで、なんとなくそれっぽい食事を、まあ、美味しくあれば文句も言われないんで、ちょっと必要な栄養素を取り揃えたメニューを作ったりするんですけど、やっぱね、平日はなかなかそれがね、難しいんで、まあ、それも言い訳なんですけどね、結局、じゃあ俺がこれ作るよって言って、嫁さんの負担を軽減させるのも兼ねて、僕がやればいいだけの話なんですけど、まあ、なかなかね、そこまでちょっとね、やってあげら、やれないっていうところが、ちょっと僕の詰めの甘さかなと思うんで、そこをまあちょっと、まあ、本当は筋トレよりも食事を変える方が痩せるし、筋肉もつくし、体も調子も整っていくんですけど、まあ、そこまでちょっとやりきれないっていう部分があるんで、まあ、ちょっとその分の筋トレ量っていうのを、まあ、すらすらボディービルだとかその人たちと比べたら全然あれだけど、まあ一般の働いてるサラリーマンにしては頑張ってる方で、まあ、自重中心でやってるっていう、そんな感じかな。ただやっぱ下半身がね、スカットが僕ちょっとダメなんでね、足取りから逃げるなっていうのがやっぱプロの人からするとあるのかもしれないけど、まあでも頑張ってるというところなんでね、ちょっとぜひね、応援していたもらえたら嬉しいかなと思いますね。ということで、もう間もなく、ここのパートも終わりになるんで、ここくぐり抜けることができたら、とりあえず終了させてもらおうかなと。とりあえず、レオンと合流したら終わりかな？うん、終わりにしましょう。なんか確かあったの？あったあった。ハンドガン、ハンドガン。じゃあ、ヒロ。じゃあこれここにアシュリーが円盤をハメハメして、ほんまハメハメされる方なんですけど、ハメハメしといてくるっと回ってね、この、まあ、なんかね、このね、角度もなんかね、ちょっとあれだよね、狙ってるよね、カプコンさんね。ほら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 、でこれね、実はね、見えないんですよ。うん、ほら見えなかったでしょ。狙ってるよね。はい、じゃあ拾って、じゃあ合流しましょう。で合流して、ここでチャプター終了のなんかいつものあれがマークが出てくると思うんで、そこまで行けたら一旦ね、ここのパート終わりにしたいと思います。鍵開けたと。 OK。 いやー、無事クリアできたね。無事じゃないけどね、2回お亡くなりになってるけどね。うん、まあ怖い経験したらこう思わず抱きつきたくなるよね。なんか気持ちわかるよ。異常な状況下から生き延びたら、なんか誰でも彼でも安心してちょっと人肌恋しくなる瞬間があるからね。はい、ということでね、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。3回死んだのアシュリーですよ。ということで、また次回パートお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。